歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん、真央さんの遺言で麗華ちゃんを守る堀越麗華。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが真央さんの遺言で麗華ちゃんを守ることについて言及した。歌舞伎俳優市川團十郎さんの長女市川ぼたんさん、堀越麗華ちゃんが5月9日都内で時と日本文化プロジェクト発表会に出席した。先月芸能事務所に所属し女優活動を本格スタートさせたばかり。今後について、自分が頑張ろうと思えたり自分に勇気を与えたりくれることにたくさん挑戦していろんな自分を出せるようになるのが夢と語った。この記事については顔にモザイクなし。團十郎さんのブログ。今日は麗華の遠足でした。何かクマが出るらしく予定変更したそうです。すごいな、クマか、召し上がれ。 SNS で麗華の顔を隠すのは魔王が亡くなる前に言っていたので守ってます。そして本人も SNS では顔を消したいと自分でもやったりします。一応ファンの方にお伝えしておきます。ファンからのコメントは、顔のモザイクは麗華ちゃんの心が決めること、ママの深い思いだもの、麗華ちゃんの気持ち応援してます。私の感想は、公の記者会見以外は麗華ちゃんの意向でいいと思います。真央さんも SNS 時代で一生残るもの、いずれはモザイク解禁になると思います。市川團十郎さん、真央さんの遺言で麗華ちゃんを守る堀越麗華でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。